ヘモンウェイは、日本のロックバンド。バークリー音楽大学の卒業生4人で構成されており、2011年にメジャーデビューを果たした。所属芸能事務所は、アミューズ、所属レコードレーベルは、キューンミュージック。バークリー音楽大学に在学中、CharmとToshiはルームメイトであり、Ogachingは、Toshiとバンドを組んで活動していた。2008年に、バークリー音楽大学を卒業した後、Charmとアイザックは、ロサンゼルスで、ソングライティングチームを結成し、2010年夏に来日する。その際、渋谷で、CharmとToshiが再会したことをきっかけに4人でバンドを結成する。2011年11月2日、シングル、Listen をリリースして、メジャーデビューを果たす。その後、2012年3月に、初のワンマンライブ、Everybody, Listen を開催し、7月には、ジャパンエキスポ2012に出演し、初めて、日本国外でライブを行った。また、2013年1月から同年10月まで、配信限定シングル10ヶ月連続リリースを行い、12月25日には、ファーストアルバム、ザ・ミュージックをリリースした。2014年3月24日、メンバーそれぞれの目指す音楽の理想や、方向性の違いから解散を表明。バークリー音楽大学で学んだ、音楽理論や技術に、裏打ちされた、質の高い楽曲と演奏力が持ち味。日本語、英語、韓国語の3カ国語に通じており、一例として、デビュー曲、Listen には日本語詞と英語詞という2種類の歌詞が存在する。曲作りは主に、アイザックとCharmが担当している。二人は、日本の音楽について、メロディが好きと発言しており、ヘモンウェイの楽曲のメロディも、非常にキャッチーなものとなっている。ありがとうございます。